ある心配も出てきたんですが、どうでしょうか。私はね、この点は大丈夫だと思います、ね。はい、今までは天竜選手が八尾口に立って頑張ってきたと、でここでいよいよ鶴田が出ていって全日本プロレスの面目を見せるぞという形ですからね、なるほど。今日の鶴田のこの姿勢を見ておりましても、全てのものを外に外に出していこうという姿勢がありありと分かりますね。そうですね、特に今日はね、相手の長州谷村花道選手ということですからね、これはもうやる気満々ですよ、はい。さあ天竜が今度出てまいりました。こうなってくると天竜選手の中でもう持てる力以上のものを出すでしょうね。そうでしょうね。アニマル浜口を相手にいたします天竜であります。天竜はしかし今ちょこっと、乱入の姿勢を見せた阿修羅原とのいわゆるドラマが展開されそうですね。そうですね、まあ、とにかくね天竜選手の場合今もう上り調子がすごいですから、はい、いろんな選手に狙われるわけですね。そうですね。さあ今度は長州軍団最小格の長州力が出てまいりました。天竜のバックドロップ切れ味鋭く、天竜のバックドロップが長州力を捉えます。技の切れも抜群、正面からの攻撃に出てまいりました天竜であります。天竜もしかしあの日本武道館の大会場では長州力との一騎打ちをどうやら気持ちの上で臨んでいるようですね。もちろんそうですよね、まあだからね、このお互いにねそういう気持ちを持つというのはね、はい、大変にいいわけですよね、もうライバル心を燃やしていって、もうどちらが最後のこの座をつかむか、はい、これはねもう大変な好レースと言っていいですね。そうです ね。さあ、まあ、新シリーズの今夜は開幕戦でございますので、ここで、まあ、シリーズ全般の見どころとタイトルマッチスケジュールをご紹介したいと思うんですが、まず軍団構想の今後の流れはもうファンの注目するところであります。今リング上の天竜はキラーカーンと6月の6日金沢で UN のヘビー級防衛戦があります。おっとアニマル浜口が飛び出してまいりました。この一戦は天竜にとって非常に大事な防衛戦、タイトルを失いましたら 6.21 日本武道館決戦で長州力との対決が